S プラス 3E 一番最大のミッションです、ね、原子力の発電というのはどういうように位置づけていらっしゃるんでしょうか。脱炭素のビフルターの一つとしてやっぱり原子力が必要だと。はい、皆さんこんにちは、グリーンタレントハブの井口です。本日はなんと電気事業連合会の理事として事務局長代理でいらっしゃる岡村様にお越しいただきました。岡村さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。電気事業連合会さんがどういった組織なのかですとか、どんなことをしている団体なのかっていうのをご存知ない方も多くいらっしゃるのかなと思います。雲の上の存在みたいなねそんな印象があるんですけれども、本日は団体のことですとか、あるいは岡村さんのキャリアに関してお話をお伺いしていきたいと思っております。電気事業連合会様の概要についてお話しいただけますでしょうか。昭和26年にですね、いわゆる旧電力体制になりました。その翌年に9つの電力会社が電気事業連合会を設立したと。目的はですね、電気事業の健全な発展を図り、我が国の経済の発展と国民生活の向上に寄与する。現在はですね、沖縄電力さんも入られて10社の体制でやっておるというところなんですけども、電力会社もですね、競争環境にありますから、競争環境をしっかり維持した上でですね、会員各社共通の課題に対してどう解決していくかと検討する会でございます。発電から小売までの垂直一貫という体制でしばらくやってきたんですけれども、電力自由化であったり電力システム改革であったり環境も非常に変わってきましたので、電気事業連合会の体制自体もですね、少し様変わりしておりまして、発送電の分離、送配電の会社が法的分離を行う、こういうこともありましたので、2021年からはですね、電気事業連合会とは別に送配電網協議会という団体ができましてですね、2つに分かれております。もともと発電送配電小売一貫での電気事業連合会が、送配電の部分だけ送配電網協議会に移りまして、発電小売そのあたりを電気事業連合会が取り扱っていると、まあ、そういう体制の変化もあります。時代の要請に応じて組織が変わっていってるということ、ね、そうですね。電気事業連合会さんでのお仕事と充電力会社さんでのお仕事、はい、全然違うものなんですか。各電力会社間も競争してるんですね。東京電力のみならず他の旧一般電気事業者も交流ありますし、もちろんここに新電力も入ってますし、さまざまなプレイヤーが入ってきてるというところなので、連合会といえど各社各社の競争はしっかり維持します、うん、その上で共通的に解決しなければならない課題というのはもちろんあるので、例えば役所に対してこういう政策を作ってほしいとか、さまざまな提言というのをやってる。電気事業全般についての情報発信、広報誌であったりウェブサイトであったり、あと SNS を通じてどんどん発信していくと。メディアの書き方によっては非常に電気事業に対してポジティブなところもあれば、そうでない書かれ方というのも中にはございますので、そういうものに対してはしっかりと正しい事実というのをしっかり伝えていくというのも、これの大きな仕事なので、精力的にやっている。競争する領域と協調といいますか、両立しているということですよね、はい、小売全面自由化でエリアをまたぐ形でお客さんとのやり取りが出てきている中でも、はい、競争領域は競争領域でもちろんありつつも、一緒にカーボンニュートラルを目指すですとか、そういったところに関しては安定的な競争環境を作っていく、はい、そういった役割を担っていらっしゃる、はい、そうですね。近年非常に電力エネルギーの変化ってすごく早いと思うんですね、はいはい、例えば2016年の小売全面自由化を端緒に2020年のカーボンニュートラル宣言というところでダイナミックに変わってると思いますけども、はいはい、電気事業連合会さんとしてどういった方針で政策提言ですとか活動されてらっしゃるんでしょうか。やっぱりまず大前提としては S プラス 3E、 これの同時達成というのを目指していくと、まあ、これはやはり非常に重要じゃないかと思ってます。 S は安全性ですね、安定供給、経済適合性、環境性ですね、この3つの E というのをいかに同時に達成していくかというのが一番最大のミッションですね。すぐに全てが成立するようなことというのはなかなか難しくて、ロシアのウクライナショックとエネルギーの高騰とかを含めて安定供給が不安になれたというような時期もあったと思うんですけど、一番重要なのというか安定供給じゃないかなというふうに思いますし、それをいかにじゃあ脱炭素化して環境に適応させる、どれだけ皆さんのご理解を得ながらですね、脱炭素して安定供給を支えていくというご理解も含めての経済性というところじゃないかなというふうに思っています。再エネをもうガンガン推進するべきだっていう主張と、はい、安定的に電気を供給するっていう主張、これが廃反的に捉える方も中にはいらっしゃるのかなと思いますけれども、はい、両立させていかなければいけないということなんですよね。将来最終的にはそれが目標になっていくということだと思います。ただ、うん、3本のベクトルがあったとしたらですね、長くなったり短くなったりして綺麗な正三角形がずっと維持できるかっていうのは、それは時代時代によってやっぱり変わってくるというような気がしますし、
果に綺麗な生産関係につなげるためにどう努力していくかということに尽きると思います。電源の部分に着目すると、脱炭素化するには非化石化、再エネも大事ですし、やはり原子力のですね、安定的な再稼働というのを目指すというのが非常に重要なワードになってくると思います。最近よく言われてますけど、再エネの裏側にある調整電源、火力ですね、これをどう低炭素脱炭素化していくかっていうところですね。安定電源っていうのと、あと脱炭素化、そして価格っていうところ、はい、これが三角形。そうですね、はい、生産価格も燃料価格高騰で生産関係を作る、なかなか難しいところですけども、状況状況に応じて最適化を目指していくということなんですね。そうですね、燃料調達においては各社各社でやってるというところではありますけど、総じてまあ日本の燃料ってそれぞれのエネルギーを一国だけに集中せず、いろんな国から調達をしておりますので、なんとか乗り越えたというところだと思います。市場価格とか上がった時にはやっぱ調達価格とは上がる、まあ、これは致し方ないところではありますけども、日本の一時エネルギー自給率が低い、抜本的な克服というのは難しいという中で、まあ、いかに再エネを入れていくかということと、原子力についてはまあ純国産エネルギーということで、原子燃料サイクルを回すことでエネルギーをどんどん使い続けられるということですので、しっかりやっていく、その上で少しずつその一時エネルギー自給率というのを高めていくというのはまあ重要なアプローチになります。電気事業連合会さんとしては原子力の発電というのはどういうのように位置づけていらっしゃるんでしょうか。今12基全国で動いてます。建設中等等も含めまして全部で36基ございます。残り24基再稼働というのをやっていく、これ非常に大きなミッションだと思ってます。大きなキロワットアワーを埋める安定的な非化石電源となるとやっぱり原子力であり、36分の24はまだ動いてないわけですから、それを動かすという努力というのはもう全力を挙げてやっていくということで進めております。それと加えて燃料のサイクルですね、それも電気事業連合会としての大きなミッションとして受け止めてますし、あとは限界調査でですね手を挙げていただきましたけど、最終処分ですね、これも大きなミッション。いずれにしても原子力というのはバックエンドも含めた対応というのをしっかりやっていかないといけないというような強い思いだというのですね。今再稼働は止まってる要因ってどういった要因になるんでしょうか。審査が続いているというところのものもありますし、建設というのがですね今やられているというのもありますし、今年度においては小名川の2号機が9月、島根の2号機が12月と予定してまして、それが加わればまずは12が14になると。世界での原子力の風向きっていうのは今の現状ってどういうふうになってるんでしょうか。かなり推進側に行ってるというふうな理解でいいと思います。欧州ですと一番分かりやすいのはフランスですよね、うん、一度廃止の方向に行ったけれどもやはり必要というふうになってきてイタリア、うん、ドイツは舵を完全に脱炭素脱原子力に切り替えてますけども、うん、欧州全体で見ますとですね、他国には原子力が動いてて、うん、ネットワークは全部がつながってますので、うん、EU 全体で見ると原子力は推進してるというふうに理解していいんじゃないかなと思います、ね、間違いなく世界の潮流としてはですね、脱炭素の切り札の一つとしてやっぱり原子力が必要だという流れになっているというふうに理解しています。見直すきっかけっていうのは、再エネだけだとコストが高くなってしまうですとか、変動電源なので風が吹かなかったら発電しないとか、うん、そういったところの背景に改めて見直しに入ってるんでしょうかね。そういう傾向で間違いないと思うんですね。欧州ではウクライナショックっていうのは非常に大きなきっかけになっていると思いますし、ロシアの天然ガスに依存しないかつ脱炭素となれば燃焼というのがどんどん希望になっていくという理解で良いと思います、ね。うんうん、核融合のスタートアップも日本では増えてきてます。核融合での発電というところに関して個人的な見解で個人的見解いかがでしょうか。まず電磁連としては国の委員会等ですね参画してですね情報収集を始めやってるという立ち位置ですね。一足飛びにそこに行くかっていうことではないというのはもう科学的にそういうことだと思いますね。次世代炉と言ってますけど、次世代のですね安全な軽水炉があり、高温ガス炉、高速炉、 SMR もそうですね。さらにその先に核融合というのがあると、期待はしつつもですね、順番としてはかなり後ろの方にあるんじゃないかなというふうに思いますね。水素やアンモニアというところも日本だけでなく海外でもこう聞くようになってきましたけれども、はい、その時間軸っていうのはどのようにお考えになっていらっしゃいますでしょうか。水素アンモニアの発電側の利用ということから言うと、火力発電所のトランジションにどう使っていくかということだと思うんですね。 もちろんバイオマスも含めて水素アンモニアの混焼して発電所を回すということについてはですね、現実的にある程度可能だということになっておりますし、
あとはまあ比率を何パーセントにしていくかと、そのパーセンテージが大きければ大きいほど、いわゆる発電所から出てくる CO2 は下げられると、これは間違いないので、いかにその混焼率を上げていって将来的には戦勝に迎えるかどうかということだと思いますけども、いきなり戦勝ということでもないと思いますので、まずはそのトランジションをやっていくということに尽きるんじゃないかなと思いますね。水素もアンモニアも元を正せば二次エネルギーなんですね。水素自体は天然で取れるものじゃなくて、太陽光風力で再エネ電気を作って、その電気で水を分解して水素を取り出して、その水素を直接燃やすか、窒素と合成してアンモニアにして輸送して、それを発電所で燃やすか、さまざまな方法がありますし、発電所で燃やすことを想定するのか、それともモビリティ等でですね水素を使うのか、産業用の高温の燃焼、こちらで水素アンモニアを使うのか、いろんな用途がある中でそれぞれがアプローチしていって、燃料の大量生産につなげていくかということで、コストを下げていくということは、我々発電側だけじゃなくて、いろんな主体が努力していくことでのコスト効果、技術革新というのが出てくるんじゃないかなというふうに思いますね。プラス 3E のところで、こういかに電源のポートフォリオを組んでいくかというところで、はい、水素とか核融合とかっていうよりは、安定供給だったりコストだったりというところを勘案しつつ、脱炭素に向けて進めていく。でそのための電源だったり技術はどうしていけばいいのかっていうのを、スタートアップだったり大手の電気事業者だったりのさまざまなプレイヤーが連携しながら進めていく。そうですね、ご覧になられている方は皆さんご承知かもしれませんけど、気をつけなきゃいけないのは、水素って二次エネルギーで再エネを使って作りますと言ってますけど、理想的にはその電気をそのまま使った方がいいんですね。太陽光で発電した電気で水素を作って、その水素をもう一回発電に使うのと、これで何回もエネルギーを転換してますけど、その電気をそのまま使うのが一番ですね。国内で再エネがあるんだったら、その再エネの電気としてまず使うと。どうしてもその余るとか余剰ができるとか、日本からすると海外でそういう大きな太陽光等のプラントを作って、向こうで水素を作って持っていく、これは非常に意義があるんです。エネルギーの変換というのは全部ロスロスロスが積み重なるだけなので、とにかくまずは出来上がったエネルギーをすぐ使うのが一番いいわけなので、再エネ電源は電気として使う、これが一番効率がいい、これは間違いない。その上でさまざまな用途によっていろんなステップ、いろんな転換を踏んで使い方を変えていくと。そういった意味で脱炭素化に取り組むっていうのは、電力の供給側も需要化側も非常にコストがかかる取り組みではあるかなと思いますけれども、はい、コストかけてでも取り組むインセンティブだったりリターンっていうのは、なんかどういうふうに捉えればいいんでしょうか。要求されているものが脱炭素化であるということがあると思うんですね。でその上で、非化石電源は CO2 が出ないと、化石燃料を燃やす電源は CO2 が出るとなると、今後検討されていくであろうカーボンのプライシングですよね、そういったものがどこにどう乗っかるかということによって、トータルとしての電源のコストみたいなのが出てくるので、どちらが優位劣後するというのが必然的に決まってくるというところなので、プライシングの議論というのはまだこれからの話ですので、そこも含めてしっかり見ていく、技術的にはどん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 開発をしていくということにつきます。政策提言も電気事業連合会さんの一つのこう役割でいらっしゃると思うんですけれども、エネルギー基本計画という憲法みたいなものがありまして、そこに対してのアドバイスを持たれていらっしゃるんでしょうか。電事連からですね、5月にエネルギー基本計画の見直しに向けてという提言をですね出したところです。ホームページにも載ってますので、 こちらをご覧くださいという感じですか、はい、先ほど申し上げたような S プラス3を前提とした上でのですね、供給側需要側の脱炭素に向けたどういう政策が必要なのかということをですね、各項目に分けてですねまとめておりますので、これからの国の議論においてもですね、どん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 織り込んでいってほしいということをですね、しっかり書き込んだというところですね。政策提言とは少しお話は違いますけど、来年佐賀関西万博が開催されます。電気事業連合会からですね、パビリオンを作って展示をするということをですねやっております。未来のエネルギーをイマーシブに体感していただくと、ぜひお越しください。それともう一つはですね、2008年からですねパワーアカデミーという組織をですね、産学連携で立ち上げて、電磁連が事務局をやっております。電気工学系の学生さんに、いかに電気の良さであったり、学問的な面白さであったり、さまざまなことをですね若いうちからご支援させていただくことで、電気工学の道に進んでいただき、さらに将来は電力産業にぜひ将来ついていただきたいと、こういう流れを作るために2008年からパワーアカデミーというものをです、ね、立ち上げて今やっておるところでございます。学生さんに対する研究支援であったり、学生さん大学の先生と
産業界とのマッチングで共同研究を作ったりですね、ホームページも見ていただいたらいいんですけども、はい、電気工学で活躍される女性とかですね、理系であったり電気であったりというのはまだまだ少ないという中で、ウェブでですね、PR してですね、もっと来ていただきたいと。視聴されている方はもう少し学生さんよりも上の方かもしれませんけども、そういった方に見ていただいてもですね、十分面白いコンテンツになっているんじゃないかというふうに。電化が今後進んでいくにおいて、はい、電力産業で働く人が需要に対して今後さらに少なくなるっていうようなデータもアメリカだったりイギリスだったりっていうところで出てるんだと思うんですけれども、日本ですと例えば電気主任技術者で需要に対してだん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 人が少なくなって、 そこのギャップを埋めるための一つの取り組みとしてパワーアカデミーがありそうです、ね、そうですね、最後は人がというところがありますので、そこを支えていただく人というのを継続的に維持していくというのが事業者として非常に重要なミッションだと思います。関西人さんね、かなりこう攻めてる印象がイントラパーソナルダイバーシティ、変わり身の速さ